ちょっとしたオーディオ編集に役立つソフトウェア、オーダーシティの紹介です。オーダーシティは無料でオープンソースのデジタルオーディオ編集および録音ソフトウェアです。主な特徴は複数のトラックを同時に編集可能、主要な OS で使用可能、豊富なエフェクトを搭載、サードパーティープラグインをサポート、ソースコードが公開されています。では最低限の基本操作を説明していきます。ファイルの開き方、左上のツールのファイルから開く、任意の場所から選択、プロジェクトを保存、ツールのファイルからプロジェクトの保存を選択、保存または名前をつけて保存、オーディオをエクスポート、ツールのファイルからオーディオをエクスポートを選択、保存先や形式を選択、設定してエクスポートを押します。インポート、ツールのファイルからインポートを選択、インポートする形式を選択します。このように別のトラックにオーディオがインポートされます。ラベル、ツールの編集からラベルを選択、選択範囲にラベルをつける、目印となる位置をつけるためによく使うかもしれません。ツールの選択、表示、録音と再生、生成、解析、ツールなどはあまり使うことがないかもしれません。トラックは複数のトラックを使用するときに新規追加から作成します。何もないところで右クリックでも作成できます。波形の拡大、縮小、虫眼鏡のボタンにて行います。オーディオ設定、再生デバイスや録音デバイスなど設定を行います。エフェクト、初心者の方はまずフェードイン、フェードアウト、繰り返し、削除などを覚えると良いでしょう。すべて一度に理解していくのは難しいので、少しずつ使える範囲を広げていくと良いと思います。DAW 使いの方はすでにインストールされているプラグインが自動的に連動されるのでありがたいです。使い慣れたエフェクトで処理が可能です。少々のオーディオ編集ならオーダーシティで済ませるのも手軽で良いかと思います。以上、オーディオ編集に役立つソフトの紹介でした。